1896年6月に起きた明治三陸地震で大津波に襲われた被災地の写真を共同通信が入手しました。この写真は東京都在住の古写真収集家石黒慶章さんが保存していたものです。写真は陸に打ち上げられた帆船や全壊した家屋、広範囲に散らばる流木など48枚で、最大30メートル以上の大津波に襲われ死者2万人以上に上った116年前の惨状を鮮明に捉えています。写真の1枚に写っているお祭りの神輿、岩手県釜石市の尾崎神社に今も保存されています。どうしてこのお神輿がね助かったのかって今でも不思議に思うんですけど、これだけの重さのものがね、どのようにして皆さんは助けたのか。昭和8年の津波もそうだったらしいですし、あと火事もあったらしいんですよ。でもその度にやっぱりおみこしとか、あと神様のものを持って担いだりね、背負ったりして、なんか逃げてくれたらしいですね。大きな船がビルの上に上がってる最近の東日本大震災を彷彿させて、なんかまたかっていう感じになりますね。写真の保存状態はとてもよく、すべてに説明がついていて、専門家は今後の防災対策を考える上で貴重な資料としています。昔の記録っていうのは大切にして、それを参考にしたりして新しい防災を考えていくのが必要ではないかなって思いました。なかなか石碑なんかは残ってるらしいんですけれども、対策が完璧じゃないわけですよね。だからそういう研究なり何なりに役立てていただければいいなと思ったわけです。